人生ピッチクロックチャンネル。ガンダムシリーズの中でもトップクラスに恐ろしい無人兵器、バグ。ビルギットはどうすれば生き残れたの？一人にならない。シーブックとセシリーから離れない。直前のシーン見ると建物を襲ってるバグがいるから、まだ生き残ってる人がいて助けようとしたんだよね。朝は地上に降り立ったのは格闘しやすいからかな。当たり前だけど殺意満点すぎてこれよ、バグ。殺意以前にそれしか考えてないからバグはマジで怖い兵器すぎる。絵面はギャグみたいな兵器なのに怖いよな、これ。木星帝国攻めるときにバグ使ってたらかなり楽だったろうに。資格をなくすために地上に降りたのは悪い判断じゃないと思うんだけどね。冷静に考えないでもこれだけの状況でパニックにならず最後まで操作続けてるの相当メンタル強いぞこいつ。ウワンと両脚やられてるモニターもかなり死んでるっぽいのに繊維残ってるのすげえ。これ式のことで、いやもう致命傷だろ、突入して迂闊だって言われちゃうと断らせて、バグのせいで冷静になれてない証でもある。途中サーベルぐるぐるするのかっこいい。一応これがこの後シーブックの両手ぐるぐるサーベルの布石になってるとは思いたいが。サーベルくるくるはビルギット発案だよな、確か。両腕ぐるぐるぎりとか手首回転ぎりって MS が人型してるからって人と同じ動きしかできないわけじゃないってハゲのこだわりあって好き。生き残ったらハリソンの上司ポジぐらいには慣れてたのだろうか。オールドタイプでは上積みも上積みだよね。バグ相手だとニュータイプの強みはそこまでないけど。シーブックが迂闊だっているからピリオがなんかやらかして突出して死んだように二重操作されてるよね。迂闊なのはそうなんだけど、向きになるのはわかる状況だから避難しづらい。もっとひねたやつだったら迂闊なことしないで済んだかもしれんが、近寄ってくるのを追っ払う程度でさっさと離脱しろとしか。下手に住民守ろうとしても絶対に自利品で死ぬはトンなの。ドレル大隊の機体損傷させたり黒の部隊と切り合いやって生き残ってるとか、本当にこれでパイロット候補生って設定なの？ってなるビルギットさん。安彦がこんなに活躍するならもっとかっこよくデザインしたのにってなったのはビルギットさんだったか。安さんは何活躍するならもっとちゃんとキャラデザしたのにって言ってたけど、ビルギットはモブ顔でちょっと嫌味なやつがきちんと先輩やってるところがいいんだと思う。熱源だらけの MS に対してピンポイントでコクピットに小バグが向かっていくのは専用のプログラムが仕込まれてるのかな。確か人間が吐くに酸化炭素とかそういう生体反応を検知してるんじゃなかったかな。だから人間だけを殺す機械。ゲリラの子が逃げてる子供の口を塞いでバグのやり過ごすシーンがあった。二酸化炭素云々は置いといて普通にサーモセンサーで検知してなかったっけ。ヴィーガンの小説版にもバグが出てきたが、その時は冷蔵倉庫に隠れてやり過ごしてたから熱探知っぽい。ガンダムガムの説明だから信憑性はどうかと思うけど、体温と二酸化炭素検知だな、バグ。これ小さいのと大きい回転の小切りが飛んでる。いずれにせよビルギットが3分の1を受け持ってなければ主人公カップルも死んでたろう。口では一切説明されないからシーブックとセシリーの背中合わせで回転してる意味とか当時わからんかった。セ
シリーのビギナーは優遇だからそもそもバグに襲われない。彼女を盾にするんだってセリフ一見ひどいことをって思えるけど、実際バグはビギナーを襲わないからめちゃくちゃ正解なのよな。 F91 との連携見ると戦力分析やサポートもしっかりできてるよね。生き残ってたら MS 部隊長とかもやれたかもしれない。ヘリーガンでも F91 みたいな戦法取れたのかな。乗ってるのが G キャノンだったら。オズモ大佐としてはヘビガンより G キャノンとかの方がありがたかったのかな。あの時実際に配備されてる機体で G キャノンより高性能な量産機ってハーディガンとか月に数機だけいるジェムズガンくらいしかいないし、ガンダムにしては面倒見の良い真面目な良い先輩だった。めっちゃに組まれ口叩いてたのにバグに絡まれてたビギナのフォローに入ってるのいいよね。生き残れたらクロスボーンでも活躍あったろうに。口は悪いけど面倒見のいい先輩、素人集団だからあえて憎まれ役やってたのかな。昔ニュータイプっての発言はいきなり空気読まないこと言い出したのでそんな感じがする。目が良い人のパイロットがこんな兵器見たら冷静でいられないよね。コクピットに飛んできたバグがあまりにもでかすぎる。小バグの速度おかしいだろ。バグはこのサイズでミノクラでレーザー大量に積んでて、小バグも搭載していて MS 切断できるチェーンソーついてて、ザクぐらいの出力で動いてる。サイコミュなしでこれだから技術の到達点まであるバグ。本当に人間だけを殺す機械かこれ。MS の中にも人間はいるだろう。死ね。あまりに殺戮への効率化が過ぎる。人類の10分の9を抹殺しろと命令されればこうもなろう。見た目の印象も最高に悪い。もっとスマートにやれそうなのにそうしない。恐怖を植え付けるためにやってる。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、お願いするのだ。